前回のあらすじ。前回いつも通りフランに連れられてデパートに買い物をしに来ていたユッキー。あ、言っとくけどもちろん強制ね。しかし、フランが買い物から帰ってくるまで待ってる時に座った椅子がなぜか爆発して。気がついたら、なぜか森の中にいた。そしてなぜか森から出てきた女の子に話しかけたら、食べられそうになる。果たしてどうなる？母、お兄さん強いんだね、私負けちゃったよ。と、女の子が言った。うん、なんか君がそんなこと言うと僕がいけないことしたみたいになるじゃないかよ。まったくやめてくれよ。最近フランと付き合ってから周りの視線がすごい気になるのに。まあ、誤解は解きたいから本当のことを言うと僕がいつも持ち歩いてるサバイバルナイフをこの子の首に突きつけてるんだけどな。だから僕がロリコンというわけではないから安心しろ。いやまあ、街中でいきなりこんなことをやったら間違いなく、僕が警察に連れて行かれてしまうわけなのだが、ここはどこかもわからない森の中だし、まずその向こうから攻撃してきたので問題はないだろう。と入っても他人に言われてはちょっと厄介なことになる。だから口封じはしておかないとな。そこで僕は、今回のことは絶対に他言するんじゃないぞ。と言った。するとその女の子は、大丈夫、他の人には何も言わないから。それに最初に攻撃したのは私だし。と、言ってきた。そこで、それじゃあ、道を教えてくれないか？と言ったら、その女の子は、うん、いいよ。と、言って人がいるところまで送ってもらうことになった。いや、本当に助かったよ。なんせ気がついたら森の中にいてどうしようかと思ってた時に、ちょうど君が来てくれたんだから。あ、そうだ、これも聞いておこう。それじゃあ聞いてみるかな。それでここはどこなんだ？僕はデパートにいて気がついたらここにいたんだよ。と言ったら女の子は首をかしげて逆に聞いてきた。ねえねえお兄さん、デパートって何？え？デパートを知らないって結構田舎なのかな？ここは幻想郷だよ。ん？幻想郷？うん、幻想郷だよ。ここには人間や妖怪、妖精、果てには神様までいるんだよ。神様まで？なんかものすごいところに来てしまったと思いながら僕は女の子の後ろを歩いていった。あ、そういえばまだ聞いてなかったけど君はなんて名前なの？と尋ねてみた。私の名前はルミア。この森に住んでる人食い妖怪だよ。え、マジで言ってるのか？あ、そうか。だからあの時僕を襲ってきたのか。そんなことを考えながらしばらく歩いてやっと森を抜けた。そしてさらに歩いていったところに神社があった。ここはどこなの？と、僕はルミアに聞いた。ここは白霊神社よ。と。なんだか聞き覚えのある声がした。珍しいわね。こんなところに人が来るなんてね。そこにはなんと僕のクラスメイトの霊夢がいた。すると霊夢は、私の名前は白霊霊夢よ。と自己紹介してきた。どうやら彼女は本当に僕のことを知らない様子だ。本当に一体どうなってるんだよ。まあ、挨拶はしないと気分が悪いので僕の自己紹介した。僕の名前は雪のりです。なんか気がついたら森の中にいて、ルミアについてここまで来ました。なるほど、ここには他の世界と同じ人がいるが僕という存在だけいないようだ。あれ、もしかしたらフランとかもこの世界にいるのか？と思ったが、話がややこしくなるので言わないでおいた。そしてこの日、霊夢に泊まっていけと言われたのでありがたく泊まらせてもらうことにした。改めて僕は、なんかすごいところに来てしまった。と思ったのだった。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰る。